皆さんこんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回もね、ダービースタリオン04、ダビスタ04の実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、アイスコーヒーをいただいております。さて、ダビスタのね、スイッチ版が発売決定ですよね。はい、何度も言ってますけどね。それでまあダビスタごめんなさい、今日ちょっとまったりいきますね。はい、特に話すこともね考えてないんで、はい、まあ、それでまあスイッチ版の、ね、ダビスタが発売決定されてね、それまでにまあダビスタ04の方をねクリアしないといけないということで、まあ急がないといけないわけですよね。それで今回からね、ちょっと編集しようかなと思ってね、はい、カットだけねやろうと思ってるんですけどね、えどうですか。その分僕のねダベリは減るかなと思いますけど、まあダベリとか正直どうですか、あまり評判良くないでしょだからですね、まあ、編集作業も加えて、まあ、カットね加えて、その他ねやっぱりゲームの進展スピードはね速くなると思うんですよ、うん。まあ、クリア目指してねやっていきます。それで今さ特にビル・ゲイツもね、もうエンディングには関係ないし、レイコもね、もうダービーには出れなくて、まあ当たり前ですけど、ね、繁殖に上がっても、ね、マコナリが親父だからさ、マコナリをつけるわけにもいかないし、ね、エンディングにかけては難しいところじゃないですか。なのでね、二度とも引退させます。はい。よく頑張ってくれました。はい。うん。あ、それで今回編集するわ。はい。まあいい馬が現れたらまた戻しましょうかね。はい、ごめんなさい、グダグダしてるんだけど、今日だからグダグダ行くけど、編集するからね、どういう形になるかわからないんですけどね。まあレイクは繁殖にあげたいですよね。うん、まあそれで繁殖に上がれるね。オッケー、引退させまーす。うん、もちろんです。まあ、それでね、コメント確かめてる最中なんですけど、まあ、今年の2歳はね、そこまで強そうな馬いませんよね。2歳じゃない、1歳ね。はい。まあ、いないんですよね。まあ、この希少難はね、ちょっと走らせませんので、希少難はね、やっぱり短距離ならいけると思いますけどね、ダービー 2400m ということになってくると、ちょっと厳しいと思うんですよね。まあ、引退させます。まあ、それで繁殖にあげてもね、あまりいい馬は埋めないと思うんでね、希少難度の繁殖牝馬はね、まあ繁殖にもあげません。うん、まあ、それでちょっと引退させていくわ。あ、ちょっと確かめるね。はい、それでカットでいきます。はい、来ました、スピード来ました。ユーコスキーとね、孫なりの子供でね、スピード来ました。ということは、早熟で、スピードで、スタミナ来ましたね。勝負コインと言われてないけど、まあ、走らせましょう。それでね、名前考えてたんですけど、どうしようかなっていうね。もちろん入球させます。ここ緊張するんだよね。ボタン操作ミスったら、失敗になるからね。もちろん、フィゼーダー厩舎ですね。関東に入れます。名前変えますね。名前はこのままでいいですか？いいえですよね。はい。伝説の少女って入れようかなと思ったんですよ。ただ字余りじゃないですか。伝説少女、少女レジェンドとかどうかな。まあ、伝説少女の方がいいかなね。はい。もう伝説になりますよ、この女の子は。ユーコスキーとマコナリの子供だからね、卑猥だよねそんなこと言って怒られるな。前回さ、話したじゃん。なんか、サブスクで、AB のサブスクがあって、無料の入ったって言ったけど、無料のっていうか、あれですよ、無料期間中のサブスクのサービスに入ったっていうことですからね。ちょっと説明不足だったんで、ね、おかしいなと思った方もおられるかもしれませんけど、はい、無料期間ですね、1ヶ月ね。はい。うん、伝説少女。OK。いや、これ期待できるんじゃないですかね。え、いきなり編集始めてさ、いきなりエンディング達成する馬が誕生したら、まあ、まあ前陣1制覇がまだ残ってるからね。はい、まあ、発売までね、
クリアしたいですよね。はい、行きましょう。決定。OK。期待ですね。はい。まあ、これで、まあ、調教は移さなくていいよね。デビュー戦までスキップしようか。ちょっと調教の方はね、どういう、ね、感じで行こうかな。ね。まあ、反論、まあ、早熟なんでね、スピード鍛えていった方がいいんで、いいと思うんですよね。まあ、しっかり仕込もうか、自分で。お任せでいいかな。ちょっと最初だけ仕込もうか。はい。まあ、ダート合わせいっぱいやっときましょうね。はい。まあ、合わせ根性あるかね、わからないんですけど、まあ、合わせやっときます。はい。故障だけにはね、気をつけないといけないんですけどね。まあ、最初だけダート合わせやっといて、あとは任せようかな。ね。まあ、販路、馬なりとかね、対応してもいいんだけどね。自分でやった方がいいか。どう思います。どうしましょうかね。まあ皆さんね、最近ダビスター実況してる人も多いのかな。皆さんやっぱ詳しいからね。俺なんか、あれだよね、にわか、にわかですかね。ね、みんな詳しいよね。ウィップとか俺にわかだよね。え、マジ、ちょっと待てよ、おい。いや、参りましたね。これ任すわ、俺。ちょっと、前途多難、びっくりした、今。前途多難なんですけど、まあ、放牧脱出しかないよね。はい。びっくりした、俺。びっくりした。やり直しとかできないしさ。まあ、ちょっと、カットするわ。はい。さて、伝説の少女治りましたね。結構早かったですね。はい。伝説なだけにね。現時点で将来この伝説の少女がダービー馬になることを信じる人は一人もいないのであったみたいなね。ちょっとおかしいな。伝説になるかもしれません。はい。さて2球させましょう。あ、それで1頭ね、入球させます。億万ドルコーチに。はい。これね、1兆ドルコーチって入れたかったんだけど、入らない。字余りで入らなかったんで、億万ドルコーチにして、まあ、バブルガムフェローとね、メビーユーキャンの子供なんですけど、まあ、スピード言われました。それで、早熟言われてるので、早熟スピードかな。スタミナ言われてないと思うんだけどね。まあ、ただ、ノーザンテイソンの肌なんでね、距離は、多少は持つでしょう。だからダービー可能性あるかなと思って、一応入球させます。はい。あとね、伝説の少女入球させましょうね。うん。いけるよね。ね、連射したら引退押すからね、これ。たまに。藤枝さんにお願いします。はい。調教はもう、任せようね。怖いわ、俺。俺やらない方がいいんちゃうかな。ね。ちょっと怖いですね。もう、幾多のね、名馬を潰してきた国会ですからね。ね。お任せになってますかね。なってないね。通常メニュー。はい、お願いします。あ、それでデビュー戦までスカッとカットしましょうかね。うん、なってるよね、これはね。なってますよね。はい、行きましょう。はい、種付けね、こんな感じですね。コンスタンタン、さすがに20歳なんでね、不受胎と、もう引退させた方がいいかなね。ちょっとセリチン出そうか。20歳で売れないか。売れないよね、おそらく。セリ登録ね、売れないですよね。引退させましょう。はい。よく頑張ってくれました。大した馬は出せなかったかな、コンスタンタンね。メジロ・オブライトのお母さんでしたっけね。はい。レイル・ズタンか。うん。まあ、それでね、繁殖牝馬見せましたよね。はい。なぜかレイコンにアジジケーティングつけてるっていうね。なんでつけたんだろうな。早熟で何かクロスあったんですかね。ちょっと覚えてないんですけど。さっきつけたところだけど。イーロンマスク、ボーニングですね。はい。行きましょう。さて、億万ドルコーチがね、函館サンレースに登場する予定です。ちょっとでもね、新馬戦だよね。今ね、7月1週ですね。ということは、レベルが高いんじゃないですかね。まあ、行こう。うん。翌週。さて、パドックですね。まあ、バブルとか出てくる可能性あるからね。ね、親父とぶつかるわけか。出てきたらね。
まあ、ここはね結構レベルが高いところなんですよね。下手にしたら重傷よりレベル高いからね、下回ってねえな。うん、まあ今のところそんな強い魔は出てないなっていう。億万ドルコーチ 9.1倍、どうですか、相手次第だよね。やっぱりね、アドマイヤー、あ、ごめんなさい、エアデジャブーがいるんよね。はい。アドマイヤーレースだったらそこまで強くないと思うんでね。まあそこそこ収集ついてますね。スタミナ印もね、黒三角なので、悪くはないですね。うん。これね、入級させたのはね、3月じゃないかな。3月に入級させたんで、調教とかそんなしっかり やり込んでないと思うんでね。その割にはいいなってね。ジョッキー、モノジョッキーと大丈夫ですかね。追い込めてかせます。まあ、辞書からね、自分で育てましょう。はい。ね、億万ドルコーチって言ったらね、1兆ドルコーチがね、正式な本であるんですよ。本売れてるんでしょ、あれ。ビジネス本でね。うん。まあ、ね、ビル・ゲイツとか、ジェフ・ベゾスさんとかもね、教えた1兆ドルコーチっていうね、凄腕のね、コーチさんがいて、まあ、メンターみたいな存在なんですかね、そういう有名な方のね。メンターについて学びなさいみたいな、ね、そういう話よく聞きますよね。うん、やっぱりね、賢いふりをする人っていうのはね、あまりね、あのメンターとしてふさわしくないっていう YouTube 動画で見たんだけどさ、ダートだねこれね。このままバブルガムフェロー3区だから、ダートはね悪くないと思うんですよ、バブルの子供はね。はい。まあでもそこそこですね。まあわからないわ。芝で弾けるかもしれないし。まあ大組で行ったんで、まあ新馬戦はね、負けてもいいんです。未勝利戦からね、怒涛の快進撃が始まるかもしれません。現時点ではこの馬がダービー馬になることは誰も予想してはいなかった。あ、この馬伝説とは関係ないね。まあでも伝説になるかもしれません。億万ドルコーチが案外。さて、伝説の少女ね、状態も上がってきたので、新馬戦デビューしましょうか。はい。まあ、調教はね、これから自分でやります。それでね、デビュー戦はね、1800メートルにしようかなと思ってます。7月の4週なんですよね。1800メートルの新馬戦があるので、まあ、出したいですね。うん。まあ、有力どころがね、集うかもしれませんけどね、将来、伝説の前になる伝説少女なんでね、やっぱり、海老名ジョッキーかな。ね。信頼できるのは海老名ジョッキーね。はい。うん。まあ、ジョッキーもね、イーム・ジョッキーが乗ってくれますし、期待ですね。はい。あとはライバル次第と。まあ、オクマンドルコーチはね、まあ、芝馬なりやってます。はい。状態悪いので、はい。翌週。さて、いよいよね、デビューですね。ただ、この2頭がさ、ダービーまで行くことになったときに、ひょっとしたらね、ないと思うけどね、億万ドルコーチがさ、1着になってさ、伝説少女が2着になったら、ちょっと、最悪だよね、そういうケースもありえないわけではないよね。いいわけ聞いたね。あれ22倍。どういうこと？早熟馬だよね、これはね。まあ、ライバルが強力とはいえね、さすがにこの人気はないんじゃないかなとは。クッケーンっていうのは能力衰える可能性ある。そういうわけではない。真奥目で行かせます。早熟馬だからね、この印はね、ちょっとがっかりですね。まあ相手が石のサンデーとかね、強い馬いますけどね。まあただね、印が薄くてもね、ダビスタ勝つときは勝つでしょ。ね。穴で勝つときもあるから、ダービーまで出走したらさ、ワンチャンあるんだよ。うん。ダービーに出れたらチャンスはないことはないでしょ。弱面だったら。サイレンス鈴鹿が出てきてね、前がバテバテになって追い込みがはまったりする可能性もあるでしょう。ないことはないじゃん、ね。まあ、これ枠最高の枠引いてるんでね、うん、まあ伸びてくるんじゃないですかね、能力があればね、うん、まあ印は薄いですけど、まあその前に鶴丸が2番手っていうね、追い込み馬の鶴丸ボーイが2番手っていう、まあちょっと鶴丸強敵になってくるかもしれませんね。石野サンデーあたりは後ろにいますね、うん。さて、どうですか。ね、現段階でどれぐらいの時間になるんですかね。ちょっとわからない。編集する予定なんでね。まだ10分ぐらいかな。
まあ、一応20分ぐらいメドにね終わらせようかなと思ってるんですけどね。さて4コーナー回って手応え残ってるのか、手応え残ってないね。バテてるね。スタミナないってことはないと思うんだけどな。スタミナ鍛えた方がいいかな。まあ、鶴丸ボーイと石野サンデーやな。人気通りで。ちょっとね、これだけ惨敗するとは思ってませんでした。引っかかってたわけではないよね。ねえ。いや、参ったな、これ。伝説の少女、伝説にはなりそうにないね。参ったわ。そうそう、あの最強クラウドってね、名付けてくださいって言われたんですけど、今回つけなかったわ。あの億万ドルコーチそんな期待できそうになかったからさ、フルコベの馬が出てきたらね、あの最強クラウドつけますんでね。はい、まあ、それで伝説の少女さ、もうスパルタで行くわ。そんな甘っちょろいこと言ってらんねえよ。クッケーンなんか関係ねえよ。ちょっともうスパルタで行きます。もう現状ではちょっとお話にならないので、まあ、ちょっとダートやった方がいいのかなっていう。まあ、スピードはね、まあ、レースで上がるんで、うん、ちょっとダート強めね、対応します。はい。まあ、ね、1回、1日2回起きるわ。うん。ちょっとこいつはね、あの伝説になるにはね、あのスパルタ調教が必要ですね。甘っちょろいこと言ってたらね、一流にはなれないわ、これも。ダービー馬にはなれないわ。まあ、牝馬でね、スパルタって言ったらかわいそうですけどね。牝馬ってスパルタ調教とか普通するのかな？どうですか？スパルタ調教で強くなった馬って言ったら、やっぱりミホドブルボンをね、思い出しますけどね。鍛えて最強馬を作る富山さんでしたっけね、富山調教師ね。さて、億万ドルコーチね、未勝利戦出しましょう。安城はね、武豊ジョッキーが乗ってくれるそうです。距離は1008でしたかね。はい。うん。この競馬場は小倉競馬場かな、北海道かな、どっちですかね、これ。もう輸送し終わった後ですかね。まあ、どっちかわからないんですけど。あ、新潟ですね。全然違った。左回りだから新潟だわな。まあ、伝説の少女もね、バリバリやっていきましょう。絶好調になっとるから出しましょうか。同じレース使うわけにはいかないからね。まあ、馬体重は太かったってことはないよね。ねえ。まあ、出しましょうか。絶好調だからね。未勝利戦ぐらいはね、勝ち上がってほしいよね、一発で。ねえ、将来のダービー馬だからね、この伝説の少女は。まあ、ちょっと444っていうのはね、不吉な予感がするっていうね、前回と一緒やな。うん、まあ、新馬戦には出れないよね。これでも新潟か。新潟でね、ちょっと同じレースに出すわけにはいかないんで、小倉行こう。うん、ちょっとがれますけどね。ジョッキーどうかな。あ、福永くんがいるじゃないですか。福永くんと池添ジョッキーだったら、やっぱり福永くんの方が年上だよね、福永ジョッキーの方がね。ね、池添ジョッキーはこの頃はまだペイペイの頃ですかね。うん、まあ行きましょう。はい。翌週、未勝利戦2レース。楽しみです。さて、未勝利戦ではさすがに一番人気でしょう。新潟なんで、ね、億万ドルコーチの方だと思いますけど、おそらく一番人気ですね、億万ドルコーチは。新馬戦の人気考えたらね、うん、あ、いい枠引いたね、5番枠。あ、一番人気じゃありませんね。まいったな、このままでも、あの、そうだね、やっぱスタミナがちょっと足りないか。まあ、それで勝負根性ないんでね、まあ、大逃げ馬になる可能性は高いのかなっていう。ちょっと逃がしてみようか、試しに。ね。まあ、気象もいいみたいなので、気象そんなに良くないか。まあ、レース行きます。やっぱり大逃げ馬にするにはね、気象とスタミナも大事なのかな。ね、うん、まずは先行で攻めた方が良かったかな。まあ大逃げはしませんよね。まあ、ちょっとね、一番人気の馬が何でしたっけ、あまり記憶に残ってない馬だったんで、
ちょっとこの馬がダービー取るかというと疑問ですね。ちょっと自信がねありません。ちょっと2頭とも自信ないです。早めに諦めるかもしれません。諦めることも重要です。時にはね、時にはですよ。諦めるっていうことはね、明らかにするっていうことですから、適性を明らかにするっていうことなんで、諦めるっていうのは、ね、そういう意味があるそうですよ。マイナスな面ばかりの言葉ではないようですね。諦めるっていう言葉はね、ダメだね。いやー、このまま弱いな。というか距離持たないんじゃないですか。ちょっとダービー距離持たないね、これ。まあ、スタミナ言われてないからさ。まあ、スタミナないわ、これも。まあ、1008、距離が長いなっていうところですね。まあ、地層先行で行かせます。はい。ちょっと、ダービーは厳しいかな。引退させるかもしれません。はい。うん。ね、最強クラウドってつけなくてよかったでしょ。ね。さて、2歳未処理。あ、1枠1番。人気どうですか？2番だね。はい。人気がグッと上がってきたら最高ですけどね。ただ気性荒いのかな、これ。まあ、いや、どうですかこれ。気性荒いんだ。いや、これ絶句ですね。ちょっとここまで人気ないと思ってなかったわ。スピード言われたよね。やっぱ故障が響いてるのかな、ひょっとしたら。そうとしか思えないんだけど。早熟って言われたから成長が遅いってことはないんでね。ちょっと未勝利戦でね、この印っていうのは逆の意味で驚いたね。うん。参りました。はい。いや、参ったわ。ちょっと今回もうやめようか。まあ、とりあえず諦めるっていうか、明らかにさせましょう、適性をね。ダービーを勝利する適性をね、明らかにして、まあ今回終了しましょうかね。もうダメかもしれない、この2頭とも。2頭とも早めに早々に諦めて、まあ、今回のね、失敗はね、次につながりますんでね、未来につながりますんで、人生に失敗というね、概念はないっていうね、話をされてる方がいましたね。失敗は成功のもとですから、すべての失敗は成功体験の一部だっていうね、失敗という成功体験をしてるんだっていう方がいましたね。ね。それぐらい前向きにならないとね。まあそんなこと言ってたらね、かわいそうなんだけどね、伝説の少女にね。申し訳ないなっていう。馬は生き物だからね。ちょっとね、まあ威力に出たからね、まあ収支も薄かったのかもしれませんけど、ただね、いや、追い込み指示してたのにかかりました。今ちょっとレース見てなかったんで。かかってた。どうなんですかね、これはね。早熟でスピードスタミナ言われた馬がこんな弱いってあるの。まあクッキーンの影響かな。オクマンドルコーチさ、距離持たないよね、これ。武豊ジョッキーが乗ってあるでしょ。ちょっと伝説の少女は気性な、気性、あ、体弱いね。やっぱりね、これでもスピードやります。はい、スピードチョッキーやります。もう添えなんて言ってらんねえよ。まあ、いつなるか分かりませんけど、まあ、これカットしますね、またこれからね。はい、はい、オクマンドルコーチね、未勝利戦使いたいと思います。今回もね、1008使います。ちょっとこれで距離ね、1800m 大丈夫か確かめましょうね。試金石というところですかね。ジョッキーは誰が乗ってくれるでしょうか。中山なんで、関東のジョッキーかな。うん、ノリさん乗ってもらいましょうね。うん。まあ、それでね、伝説の少女の方はね、故障治ってません。そういうのままなん、あ、治ったね。今治った。早かったね。早かったね。ねえ。ちょっとは、ねえ、それ痛がってたんですけど、反ロマなり、スパルタやってました。はい。まあちょっと反ロ強めやったら、気性上がる？気
日上がるっけ、販路強めって。どうでしたっけ、販路強めやろうかな。ね、まあ、スピードをはっきり言って、もう何もかもが足りない感じなんでね。まずはスピードから鍛えていきましょうかね。まあ、故障してた分、調教が足りないのかなっていうところもありますしね。うん、その可能性もあるんで。まあ、ちょっと販路ってさ、スピードだよ、やっぱり。基礎はね。基礎はスピードなので、ちょっとスピードから鍛えていきます。まあ、スパルタでいきます。ちょっと体弱い子だけどね、伝説の少女は。まあ、頑張ってもらおう。うん。うん、良くなってきたね。まあ、ちょっと使えないな。もうちょっと、次の週あたり使いますか。はい。まあ、それで行きましょう。はい。そしてね、忘れてはいけませんね。一歳馬のね、能力を確かめていきましょう。モーニング・イーロン・マスクね、ビル・ゲイツのね、妹ですね。はい。まあ、モコナレ3区もね、3頭いるんでね。まあ、エンディングにつながる可能性もあるので、ね、期待しましょう。この馬あたり走るんじゃないの？なんか馬体かっこいいよね、この馬。超マコナレにマルチメディア。マルチメディアって言ったら誰がね、モデルでしたっけ、ね、ちょっと覚えてないんですけど。この馬なんか馬体からしてね、走りそうな感じするね。うん。ちょっとこの辺りは、下半身がなんか下がってるじゃないですか。ね。うん。まあ、行きましょうか。翌週。まあ、ここでね、勝てなければね、もうどうしようかなというところですよね。まあ、今回は逃げにはしません。はい。先行で行かせます。まあ、勝負根性ないからね、先行で行かせるしかないよね。さすがに一番人気でしょ、ここ。ね。さすがに一番人気ですよね。ね。1兆ドルコーチさん、1兆ドルコーチさん、億万ドルコーチさんね。ラッキーセブン。あ、人気上がりましたね。あ、この印はでも大逃げ馬の印だよね。先行で行かせまーす。レース。1008は大丈夫かな。ね。1008持たなかったら2400なんて言ってられないからね。うん。まあ、ここはぶっちぎってもらいましょうよ。ね。ひょっとしたら逃げるかもしれませんね。うん。逃げるんじゃないですか。そんなことないか。まあ、ダビスタ、スイッチ版のダビスタ楽しみですよね。本当に楽しみだわ。ね。久々にワクワクしたわ。早くね、発売されてほしいですよね。それまでにこの04はね、クリアしないといけないっていうね。うん。まあ、それはもう、ね、絶対条件っていうか、ね、絶対条件って言ったらプレッシャーかかるけど、まあ、やらないといけないですよね。なんとかしてね、やりたいですよね。ウィップはクリアしないでいいでしょ、ダビスタまでに。ね。まあ、ウィップをクリアっていうのはね、まあ、あるんだけど、まあ、ないみたいなもんだからね。一応ウィップはね、手術期間終わらせたいという目標があるんだけど、ね、2020もどうですかね。うん。まあ、手応えありますよ。ちょっと外回ってるんで心配ですけどね。まあ力の違いでなんとかね。ちょっと待ちかねイサビがね、粘ってますね。バテてほしいな。バテませんか、バテませんか。バテるんじゃない、バテないね、これね。させるさせる。こっちがバテたよ。いや、億万ドルコーチ無理でしょ、これダービー。ちょっとインターさせるわ。無理ですね。まあ、諦めます、はい。で今ね、ちょっとね、待ちかねイサビに子供扱いされましたからね、もうちょっと厳しいんじゃないかなっていう、無理ですね。やっぱスタミナ言われないと、ダービーは無理やな。そうですよね。やっぱりスピードだけではちょっと苦しいなというところですよね。うん。うん、引退させます。はい。よく頑張ってくれました。うん。さて、それでね、まあ、伝説の少女ね、全力を尽くしましょう。はい。まあ、販路学び、販路強めをやるって言ったんだね。はい。まあ、登録しましょうか。今週ね。まあ、ちょっとね、人頓挫も、二頓挫もあったけど、まあ、能力どうですか？上がってることはない。馬体重がガレてるのかな、どうですかね。ダートは使いません。次にしようか。ね。はい。次にしましょう。うん。まあ、ちょっと販路強めね、追い切っておきますね。気象が心配やね。
希少なんとは言われてないと思うんですけどね。まあ、とりあえずスピードをガンガン鍛えてきます。うん、競走馬やっぱりね、スピードがないとね、まあ、競馬ゲームみんなそうで、スピードがないとね、レベルの高いレースは勝てませんよね。はい、マコナリとね、マルチメディアの子ですけど、スタミナ来ましたね。はい、覚えておきましょう。うん。まあ、それでレース使いましょうね。はい。東京競馬場に、東京開催に移ったんですかね。状態の方も上がってきてるので、まあ、使いましょうね、未勝利戦。1400m、いいでしょう。うん。本来ならもうサフラン賞でね、勝ち負けを競うレベルになってないといけないんですけどね。未勝利戦っていうのはね、ちょっと想定外ですね。まあ、販路強めていきます。販路で追い切ったら故障とか心配なのかな。ヨーヨーフルヨーの可能性上がるんだったっけ。どうでしたっけ。言われてましたよね、販路で追い切ったらいけないってね。あれはでもスーパーファミコンの頃かな。どうですかね。まあ、故障はね、絶えず不安ありますけど、そんなこと言う、アマチュアのこと言ってられないんで、うん、よくしゅう。さて、ここはさすがに勝ってほしいね。ねえ、あ、いい枠引いてますね。枠の運はいいね。枠の運はいいね。あ、落ち着いてないか。入れ込んどるな。あ、印は上がってきた感じですけどね。まあ多く目で稼ぎましょうね、内枠のね。ちょっと気象が荒いね、これ。まあ、気象の印20丸なんだけど、どういうことなんですかね。隠された能力をまだね、持っているみたいな、隠している、隠された能力を隠しているみたいな。日本語おかしいかな。隠された能力を隠している。うん。違和感を感じるっていうのはおかしいっていう人いましたよね。僕もおかしいと思ってたんだけど、最近また使われるようになってきたね。昔散々言われたんで、違和感を感じたらおかしいってね、僕らが20ぐらいの頃ね。最近またなんか違和感を感じるはおかしいと感じる人がおかしいみたいな変わりますよね、そういうの世代でね。さて、先頭だった。粘ってくれ粘ってくれ。これ伸びるでしょ、伸びるでしょ。未勝利脱出か。いけいけ、させさせ。ちょっとスピードが足りないか。頑張れ頑張れ頑張れ。伝説が始まる、伝説が始まる、伝説が始まる。このレースから伝説が始まる。よし、勝ちましたね。はい、まあ、とりあえず1勝できたんで、うん、まあでも相手が弱いですからね。次走は地道に500万からいきます。はい、重賞には挑戦させません。まあ、タイムは1分24秒1ならそこそこじゃないの、ダビスターとしてはね。ね、やりましたとは言えないですね。期待が高いだけにね。うーん。まあでも、カオリ・ジョバンニって結構強かったんじゃない？そうでもないかな。ね。うん。まあ、というわけで今回これで終了しましょうか。まあ、一勝とりあえずできたんで、まあ、次に繋がったかなと。はい。まあ、これ編集して何分になるかわかりませんけど、まあ、今回、失敗してたらね、ごめんなさい。短すぎたらごめんなさい。短すぎるってことないかな。どうですかね。というわけで今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。